ダウンタウン広郵便局。広郵便局は、アメリカ合衆国藩州第二の町広のダウンタウンにある郵便局で、1917年に建てられた当時は、連邦政府ビルとして郵便局だけでなく、裁判所、税関、その他の連邦事務所として使われた。アメリカ合衆国国家歴史登録財にも登録された歴史的建物である。 1898年ハワイがハワイ準州としてアメリカ合衆国に併合された時に当時はハワイ最大の町であったヒロに連邦政府ビルの建設が必要になったがその費用がなく1913年になってやっと現在はヒロ郵便局となっている建物が町の中心広場であるカラカウア公園に面して建設されて当時は郵便局裁判所税関 その他事務所を兼ねていた。ビルの設計はアンドリュー・カーネギーの儀系であるヘンリー・ホイット・フィールドが行い、彼はホノルル・カーネギー図書館の設計を終わったばかりであった。建物の様式は地中海ルネッサンス・リバイバル様式で建築は当時ハワイで初めてのコンクリート作りの建物の一つであった。1930年代には 連邦政府の他の事務所のスペースが必要となり、左右のウィングがルイス・サイモンの設計で追加された。1974年には、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に、フェデラルビルディング、ユナイテッドステーツ・ポスト・オフィスコルトハウス、ヒロ、ハワイとして登録された。その後、1978年には、ヒロ中央郵便局的局ができて、 1979年には地方裁判所も予想へ移った。現在、広には郵便局が2つあり、中央郵便局的局は広国際空港のそばにあり、元連邦ビルも郵便局として機能していて、郵便物の送付、支所箱での受け取りに利用されている。ありがとうございます。